ビーマン・ボンドール駅は、バングラデシュ人民共和国の首都ダッカにある駅である。当駅は、シャージャラル国際空港ターミナルの反対側に位置しており、当駅には、空港連絡道路からアクセスすることができる。当駅は、ダッカの列車が、コメラプール駅の後、2番目に停車する。当駅には、ノアカリ、シレット、ラジシャヒ、チッタゴン、 組ミラおよび多くの主要な町や都市からの列車が到着する。当駅の先導期間は、狂気および後期の両方で敷かれている。したがって、当駅では、ラジシャヒからの後期の列車及びマイトリーエクスプレスが楽に停車することができる。当駅は2面のプラットフォームを有している。ダッカコムラプール017116916432 017116916122ジッタゴン017116916263 017116915503シレット017116916564ラジシャヒ0171162272パクシー017116916554ラルモーニアハト017116916505 01711692901パルベタイプル0 1 7 1 1 6 9 2 9 0 0 6ウィキメディアコモンズにはエアポート駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。